夜になっちゃってすいませんが、見にくくて食べにくいですよね。今日も夜練がありました。で、今日は今家の前なんですけど、ざっくり感じたこと、とりあえず自分のストロングでポイントのとこ、守備の部分であったりとか、ボール奪い切るとか、あとまあロングボールのとことか、パスのとことかね、あるんだけど、正直だいぶ自信を持っていいなって思えるレベルにあるかなと思いました。単純に距離詰めて、距離詰めるスピードと判断のところ、多分合ってると思うし、こんなにね、そのクロアチアとかじゃなくて、このスペインでの感覚は合ってると思うし、日本ではね、その日本でのところとスペインの感じ違うと思うから、スペイン人の欲するものとかはね、そこの部分合ってると思うし、まあ、そこの部分で奪い切るとか、まあ、ちゃんとボールにチャージしに行くっていう部分ではすごく、まあ、ストロングなところなんだけど、それがちゃんと結果としてボール奪えてるとか、そこからまあビルドアップにつなげられているっていうのは間違いないと思うから、そこは自分に自信持っていいかなと思ってます。なんで、まあ、なんでそれができてるかっていう部分とかもあるから、まあ、例えばだけど、自分の中で整理すると、来る前になんとなくここかなっていう予測はまず当たり前だけどするんだけど、ボール入った瞬間に自分の行きたい方向に誘導させるっていうのが一番のポイントっていうか、ポイントで、で例えば右足でボール俺が奪いたいからとか、左足でボール奪いたいからして逆に行かさせて、来ないと思わせといて、こうカニバサミみたいな、カニバサミってあれかな、逆は右足に行かせたかったら左足で誘っといて右足で奪い切るとか、そういうイメージ通りに運べてると思うから、そういうボール奪えてるのにも理由があるし、例えばパス通すでもここでロングボール通すとか、右足でわざと出すとか左足で出すっていうのも全部理由がつけれると思うから、まあそういうところはまあ自分にとってもポジティブなことだと思うし、まあそこはストロングになってくると思うし、ストロングは自分の持ってるからそうなんだけど、でも意外とまたこっち来ても、あ、それストロングで通用するとこだと思うし、まあそれをもっと自分の人知ってこういう選手でやって売れるところだと思うから、それはもっと極めて行きたい、質が高いレベルでやっていければなって思ってます。はい、でいう感じだな。今日はすごくそこを感じた。そこはもうポジティブに捉えていいと思うから、どんどんやっていこうと思うし、まあネガティブなものは、その苦手なものはいつになっても苦手だから、そこを埋めていくっていうのは当たり前、埋めなきゃいけないんだけど、そこよりも、まあ、まずはちゃんと自分のストロングの頃が生きてくれば、きっとね、こう気持ちも乗ってくるし、コンディションはモチベーションって超大事なところだと思うから、そこに乗ってくればいろいろと変わってくると思うから、まあ一個一個やっていってしっかりと積み重ねていきたいと思います。チームの方もいろいろ条件面とか、いろいろこう今自分と代理人とチーム間でいろいろ話してるから、そこはそこで詰めていければって感じです。まあ開幕がこのディビジョン、開幕いつって言ったっけな、8月の終わりって言ってたから、それまでにしっかり間に合うように契約してっていう感じになっていくと思うから、まあそこはまあ焦らずしっかりと一個一個、まあ妥協ね、できればしたくないから、しないで、まあ、いけたいなと思ってるから、あんま自分もね安売りしたくないから、まあそこもあるんだけど、まあそんなこと言ったら4分になっちゃったんで、また明日もまたいろいろあると思うから、いろいろあるかわからないけど、いろいろ感じるところもあると思うから、サッカーの部分か、それとも日常の部分でわかんないけど、まあやっていけたらなと思いますという感じで、今日は終わりたいと思います。今日はまあまとめると、まあ自分にのストロングだと思ったところは間違えてなかったし、そこについて自信ももっと自信が持っているから、それを信じて上までもっと、目標あるから、その目標に対して逆算して突き進んでいこう、頑張っていこうって改めて思った日になりましたっていうことを伝える一言日記でした。それではまた、以上です。今日は終わります。おやすみなさい。